道具にしましょうか。材料を選びましょう。取り掛かりましょう。ここにし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 ましょう。これで特性を選びましょうか。これでいい。最後まで気を抜かずに調合終了。会心の出来ですね。できました。グロール除けの魔石完成です。すごいわプラフター。これがあればグロールの被害はなくなるのね。ゼロになるかどうかは分かりませんが、かなりの効果があることは保証します。ラミゼル、相談があるのですが、これを使うならどこがいいと思いますか？それなら夢の大樹がいいと思うわ。そっか、大樹の結晶は夢の核だもんね。あんなに大きなものが夢の核？ならばまずはあそこに使った方がいいですね。夢の大樹へ向かいましょう。何を作っちゃおう。どれを作りましょう。どの材料にしましょう。さあ調合開始です。ここにしましょう。本部か。これは期待できそうですね。特性を選びましょうか。これで最後まで気を抜かずに完成です。レベルアップです。どれを作りましょう。どの材料にしましょう。さあ調合開始です。触媒は材料を選びましょう。どの触媒にしましょう。取り掛かりましょう。ふむ、そうきますか。ここにしましょう。素晴らしい。特性はどれにしましょう。このような形。最後まで気を抜かずに完成です。どの道具にしましょうか。どこに向かう。うむ、もうこんな増やしたいもの。これを増やす。複製開始。バッドマン。どこに向かう。護衛は任せてくれ。さあ行くとします。何度見ても圧倒される大きさですね。はい、どうぞ。これでどうでしょう。それでは引きます。これを量産すればいいだけですね。うん。え？一つじゃ足りないの？当然じゃないですか。今使った魔石一つじゃ
大樹とロイテールの町を包む程度が精一杯です。他の夢の核を守るためにはもう一度そこまで行き、一つずつ魔石を使わないとダメでしょ。つまりあと3つも作るの？それ作るの結構大変だったよね。ま、そう言われると思っていたので、すでに用意してあります。よかった。どうやら先に作っておいて正解だったみたいですね。それじゃあ夢の核を回るとしますか。どこに向かいますか？ほら、なんか急に落ちてきそうなんだけど大丈夫なのかな。どこに行こうかな。飛び込まないでくださいね。風邪をひいてしまいますから。これでどうでしょう。これでここの夢の核は安全です。へえ、錬金術ってのはこんなことまでできんのか。エルビーラ様が作った夢の核を修理したり、守る道具を作ったり、なんか錬金術師も神様と同じくらいすごいよね。アレット、それは違うわ。確かに錬金術の可能性は無限に広がってるけど、ソフィーやクラフトみたいな錬金術師はそういないわ。私も修行すればいつかはできるようになるのかもしれないけど、少なくとも今は二人みたいにできない。ソフィーたちが特別だというのは今の話でよく分かった。に照れるかも。自分にできることをやっているだけです。さてと、あんまりのんびりしてられないし、他の夢の核のところにも行かないとね。どこに行こうかな。寒い場所での採取には注意が必要ですね。手がかじかんで素材をダメにしかねません。はい、どうぞ。そうだな、すぐに最後の夢の核へ向かおう。グロールがどう動くのかわからんしな。休んでる暇もねえってか。仕方ねえな。ラミゼルさん、どうしたの？なんか夢の核が気になってね。何か問題が？そうじゃなくって、夢の核から感じる雰囲気っていうか、波長って言った方が正しいのかしら。それがね、どこかで感じたことがあるような、そんな気がするの。
雰囲気？ごめん、多分気のせいだわ。私たちも行きましょう。魔物を凶暴化させて人間の夢を食べる魔物、グロール。あいつらのせいでロイテールの人たちが夢にあふれてキラキラ輝いていて、あんなに嬉しそうに夢を語ってくれた人たちが死んだような目をして、許せない。この世界は、エルデビーゲは私が作った世界なんだから、私が何とかしなくちゃ。どこに行こうかな。さあ、のんびり行こう。昔、間近で落雷を見たことがある。二度と経験したくはないものだ。これでいいかな。これで最後ですね。はあ、終わりました。これでグロールによる危険はなくなるはずです。やったね。これで夢の核はもう安心だよ。つっても、ズメイと戦ってから先、グロールが夢の核を狙ってるのを見たことねえよな。まあ、ズメイくらいヤバいやつに取り付かなきゃ傷一つつけられないでしょうからね。大抵の魔物なら眷属の守りだけで十分だろうし、これでも夢の核は安全ね。ズメイか。みんなすまない。ディーボルトさん、急にどうしたの？ズメイはおそらく私の夢がきっかけでこの世界に生まれた魔物だ。その結果、この世界を危険にさらしてしまった。みんなにも迷惑をかけてしまった。いやいや、そんなのどうしようもねえだろう。そうだよ。だってまさかそんなことになるなんて誰も思わないんだし。夢は自分でどうこうできるものじゃありません。心の中に自然と湧いてくるもので、何かをしたい、何かをしてあげたいって思いが夢になるんです。たとえズメイがディーボルトの夢から生まれたとしても、それが間違った夢だとあなたは気づきました。そして自らの手でその夢を断ち切った。なかなかできることじゃありません。そういうこと。だからしっかりしなさい。ああ、そうだな。ありがとう。素晴らしい仲間に出会えて、私は過保護者だな。それじゃあプラフタのところに報告しに行きましょう。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。さあ行く。どうしたんだろう。ありがとうございます、エルビーラ様。おかげで自分の夢を取り戻せました。
当に本当になんてお礼を言ったらいいのか。夢を思い出させてくれてありがとうございます。お礼はいいから、今度あなたの夢についてたくさんお話聞かせてね。エル、これは一体どういうこと？ラミー。おお、ラミゼルさん、エルビーラ様がみんなを助けてくれたんだよ。私たちに取り付いていたあの魔物をエルビーラ様が取り除いてくれたんです。え？エル、あなたそんなことできたの？すごいよエルビーラ、大手柄だよ。一応神様なんだし頑張らなくちゃって思ってね。それでどうにかしようと思って考えてたら偶然うまくいっちゃっただけよ。偶然って偶然どうにかできるものなんですか？そう、そんなこと言われたってできちゃったものはできちゃったんだし。エルビーラ様万歳。全体に以前の活気が戻っている。まさに神の御業というやつだな。そんな、私できないことの方が多いダメな神様だし。んなことねえよ、お前はすっげえ神様だよ。みんなを助けてくれたこと俺様からも感謝するぜ。ちょっとね、それだけのことをしたんです。本当に神の力とは恐ろしいですね。大樹の成長とともに彼女の神としての力も増しているということなのだろうか。わからないけど悪いことじゃないのよね。エルが神様としてみんなに求められてみんなのために力を振るったんだもの。ソフィー、戻ってきていたのですね。夢の核の方はどうなりましたか？あ、プラフタ、プラフタのおかげでバッチリだったよ。そうですか、よくやりましたね。私ありがとうございます。未来の私、なんというか同一人物同士の会話とはすごく違和感があるものだな。別人と思って対応すれば特に問題はありませんよ。それより戻ってきて早々申し訳ないのですが、また一つ頼みたいことがあります。まさかグロール関係か？いえ、この町の北東に大地が作られてから誰も足を踏み入れたことのない場所が存在します。その地の調査をあなた方にお願いしたいのです。そんな場所が存在したの？エルビーラが言うには、作りかけだった大地がようやく完成して道がつながったとのことです。つまり生まれたばかりの大地ということですか？久しぶりにこぶる興味が湧く話ですね。とにかく調査をお願いしたいのです。引き受けていただけますか？いいよ、探検みたいで楽しそうだし。ソフィー、遊びではないことを忘れないように。あ、
それとエルビーラが言っていたのですが、ちょっと驚くかもしれないとのことです。驚くですか。どんな大地なんでしょうか。まあ火山よりかはマシだといいんだけどね。準備ができたら早速向かいましょう。どこ行く。うん、出発。どこに向かいますか。以前に比べて毎日やることが増えた気がするわ。そうなの。そうよ、今までも町のことをいろいろやってはいたけど、さすがにもう少しのんびりする時間が欲しいわ。疲れちゃうのね。そういうことじゃなくってさ、ほらせっかくこうして出会えたのに、のんびり話すことはできないでしょ。そうだね、私もゆっくりラミドルさんと話す時間が欲しいな。よし決めた。ソフィー、いろんなことが片付いたらさ、二人でエルデビーゲを回ってみましょう。テントと必要最低限の道具だけ持って小旅行気分で出かけるの楽しいと思わない。わあ、面白そう。でも私、元の世界だと公認錬金術師の試験を受けに行く途中なんだ。だから遊んでないで試験の準備ですってブラフトに言われちゃうかも。小旅行くらい許してくれるわよ。なんなら私からお願いしてあげてもいいしね。けど公認錬金術師か、私からしたら雲の上の存在だわ。そんなことないよ。だって私が公認錬金術師を目指すのって、公認錬金術師だったおばあちゃんに憧れたからだもん。おばあちゃんって、いやいや、何かの間違いでしょう。今の私の腕じゃ試験を受けるのに必要な推薦書を集めるなんて絶対無理だもの。それでも本当に公認錬金術師だったんだよ。ちゃんと公認証だって確認したし。だから私も試験を受けるために旅に出ることを決めたんだ。小さい頃からずっと憧れてたおばあちゃんみたいな錬金術師になりたくて。私みたいに公認錬金術師か。本当に私がなれるのかしらね。在庫処分の大安売り？そうそう、元の世界に帰ることを考えたらさ、身の回りのものを少し整理した方がいいと思ってね。え、アレットちゃん帰るつもりなの？今すぐじゃないけど、この前ソフィーさんの話を聞いてからちょっといろいろ考えちゃってね。この世界は確かにすっごく楽しいよ。いろんな時代の人が集まるからすごいものも手に入るし、
このままこっちで調達屋を続けてればそれこそすっごいお金持ちになれると思うんだけど、こっちの世界と元の世界じゃ商売のやり方も全然変わってくるでしょ。このままだと元の世界に戻った時にこっちで稼いだお金を食いつぶして生きてくだけになりかねないし、まあそれでも大丈夫なくらい稼いだつもりだけど、やっぱり私は死ぬまで商人をやってたいんだ。だからここで鍛えた手腕を元の世界でも思いっきり振るってみたい。それってとってもロマンにあふれてると思わない？うん、素敵な夢だと思う。アレットちゃんなら絶対に成功するよ。ありがとうソフィーさん。正直不安な気持ちもあるけど絶対大成功してみせるから。大好きなこの世界で過ごした時間と経験無駄にしないためにもね。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。よーし、そうか、エルビーラ様に助けてもらったのか。元気になってよかったな。ええ、でも思い出すと本当に怖かったわ。ずっと叶えたいと思って頑張ってた夢が急にどうでもよくなっちゃって、何もする気が起きなくてずっとぼんやりして、でも変な喪失感みたいなのがあって。聞いてるだけで恐ろしくなるな。あの魔物に襲われるとそんなことになるのか。そんなのがいるなんてちょっと怖い世界ですね。ううん、それは違うわ。だってこの世界には神様がいるんだもの。エルビーラ様のおかげで夢を取り戻せた私が言うんだから間違いないわ。そうだな、エルビーラ様がいればあんな魔物怖くないさ。そうですね、エルビーラ様がいれば大丈夫ですよね。そうそう、なんたってエルビーラ様はとってもすごい神様なんだからね。みんなすごい喜んでる。エルビーラ本当にすごいな。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。さ、出かけるわよ。よく来たね。どれが欲しいの？これでいい。ありがとう。これでいい。ありがとう。どうも。どこに行くんだ？よーし。行くの？よし、行こう。すごく元気そうだね。ええ、心配になるほどにね。どういうこと？夢の器の話覚えてるでしょ。自分の力の一部を使ったものだって。エルは確実に弱ってるはずなの。だって自分の一部を切り取ってるも同然なんだから。なのに
グロールに取り憑かれた人を助けたのよ。それはエルビーラが夢の神様だからできたことじゃないかな。かもしれないけど、また無茶をしてるんじゃないかって心配なのよ。なのにこんなに元気なままなんて、なんだかすごく不安なの。でも少なくとも大樹が元気ってことはエルビーラの心が満たされてるってことだよね。それならきっと大丈夫だよ。ちょっと顔が過ぎたかな。そうね、きっと大丈夫よね。近くで見ると本当に大きいな。どこに行こうか。どこに行くんだ。何これ、地面から光が出てるよ。もしかしてこれがエルの言ってたちょっと驚く何かなのかしら。とりあえず入ってみる。ソフィー、正気ですか。エルビーラが作ったものだろうし危険はないんじゃないかな。まあそうですね。はい、決まり決まり。みんな光の中に入って。何が起きたんだ。ここはまさか火山の先にあった山。どうやらあの光の中に入るとここへ転送される仕組みになっているようですね。便利だね。ソフィー、もう少し驚くべきじゃないか。そうですか。夢の核のある場所に行ったり元の世界からこっちに来たりしてるんですよ。これくらいの距離を移動するくらい珍しくないですよ。なるほど、言われてみればそうかもしれないな。じゃあさっさと先に進みますか。いやー、さすがに驚くことだと思うんだけどな。落としても割れたり壊れたりしないのが救いね。これをここにと。急に大きい音が来るとびっくりするよね。枝や薪程度の大きさなら良いのだが、丸太のような大きさは無理だからな。ほいっと。ざっ
材発見。この調子でどんどん集めるわよ。どこに行こうかな。おい、足元気をつけろよ。転げ落ちたりすんじゃねえぞ。山の空気は嫌いじゃない。不思議と心が落ち着く。これこれ、いい機会だ。これを機に植物について学ばせてもらうとしよう。これをここにっと。故郷が干ばつで苦しんでいたせいか、雨を見ていると心が安らぎます。うまそうじゃねえか。みんなで食っちまおうぜ。いっけー。てや、絡まないように取るのが難しいんだよね。うん、こんな感じ。これをここにっと。雨の中動かなきゃいけないのか。ま、文句言ってても仕方ないわね。これこれ、見つけた。これを
ここにっと。私たちの真上だけ晴れなんて都合のいいことはできないんだね。宝箱って素材だよな。よいしょ。いい素材が手に入りました。えい、てや、石はどれだけあっても困らない。持てるだけ持って帰る。砂漠だなんて聞いてねえぞ。ずっと先まで続いてるみたい。あの子どんな夢を元にしたのよ。こんなとこ絶対誰も来ないよ。もう帰らない。いや、引き受けてしまった以上ここで引き返すわけにもいくまい。みんな進むぞ。興味を持ってしまった自分を呪いたくなってきました。うわー、砂漠だ。錬金術で使う砂取り放題だね。錬金術の中でもそんなこと言えるのそこくらいでしょうね。靴に小さなポケットつけておけば歩くだけでそれなりに集められそうよね。いい素材が手に入りました。お、素材発見。この調子でどんどん集めるわよ。これをここにと。急に大きい音が来るとびっくりするよね。飲み水は十分に用意してある。必要なら声をかけてくれ。そうね。砂に小石が混じってるな。てやん、こういうの気になるんだよ。うん、これでいい。って素材だよな。さあ、とっておき。ザクッと。植物は採取した後が大切です。腐らせないように持ち帰らなければ。あっち、カラッカラに乾いちまいそうだ。ザクッ。植物は必要以上に傷つけないんだよね。
うまく採取すればまたすぐ育つんだから。てやん、こういう素材も必要になるから戦いの稽古も必要なのよね。よし、頑張っていこう。オーラの弱点が分かりました。任せてくれますか。はい、無理はするな。雷よ、敵を貫け。あ、弱点っぽいの見つけたかも。私にやる。ソフィーさん、後ろを任せて。本気で行くよ。これでおしまい。トアッ、竜巻だ。オーラが弱っています。後ろは任せてください。特別な弾くれてやるぜ。本気で行くよ。これでおしまい。楽勝楽勝。香りが苦手です。長く嗅いでいると頭痛が。よし、これなら。えい、石はどれだけあっても困らない。持てるだけ持って帰ろう。てやん、えい。枝や薪程度の大きさなら良いのだが、丸太のような大きさは無理だからな。頑張っていこう。オーラが薄い。あそこが弱点だ。あれ、無理はするな。やっ、竜巻だ。イカズチよ、敵を貫け。乾いちまいそうだ。どこに向かう。護衛は任せてくれ。よし。ソフィー、ちょっといいかしら。どうしたの。うん、ちょっと話があってね。ここじゃ話しにくいから場所を変えましょう。
ここなら誰にも聞かれないわね。あのナミゼルさん、こんなところに来て何の話？あはそんな緊張しないで。そんなね、大した話じゃないのよ。ただ決意表明っていうのかしら、ソフィーだけには聞いておいてほしくて。私ね、元の世界に戻ったらそのままキルヘンベルに戻るつもりだったの。もともと旅が好きで、特に目的もなくいろんなものを見て武者修行みたいなことして自分を鍛えてただけだったし、まあそろそろ戻ろうかなって考えてたところでもあったからね。そんな目的の旅をしてたんだ。初めて聞いたよ。でもそれを言うためにわざわざこんなところに？ううん、本当に聞いてほしいのはこの先よ。この前ソフィーが私に憧れて旅をしているって話をしてくれたでしょ。あれを聞いた時、なんか胸の奥がぐっと熱くなったような気持ちになってね。私も本気で錬金術の修行をやり直そうって思ったの。それってまさか。そう、元の世界に戻ったらそのままオートに向かってそこでしばらく修行するつもり。ソフィーに憧れてもらえるような立派な公認錬金術師になるためにね。ナミゼルさん今の私の腕でそんなもの目指すなんてとてもじゃないけど恥ずかしくってね。他の人に聞かれたくなくってこんなところまで来なきゃ言えなかったのよ。ちょっとかっこ悪かった？ううん、そんなことない。ナミゼルさんがかっこ悪いなんてこと絶対にない。だってナミゼルさんは私の世界一憧れている錬金術師なんだから。ソフィー、私にとってもあなたは世界一尊敬できる錬金術師よ。そして大切な約束するわ、ソフィー。私は絶対に合格してみせる。どこに向かいますか？よし、ソフィーさん、アレトちゃんいらっしゃい。失敗作を見に来たの？違う違う、今日はソフィーさんに渡したいものがあってね。わあ、綺麗なアクセサリー。でもどうして私に？私なりのお礼かな。多分ソフィーさんと出会えなかったらまだまだ元の世界に帰る気にならなかったと思うの。この世界でいつまでもお金を貯め続けていつまでも満足しないままだったかもしれない。だからこれはそれに気づかせてくれたお礼だよ。そんな、だからってこんな高そうなもの。お礼ってだけじゃなくて、私のことさ忘れないでほしいんだ。どういうこと？だって私たち住んでる時代違うでしょ。だからもし帰ったら二度と会えないと思うし。あ、忘れてた。あたしもすっかりそのこと忘れてたから、気づいた時はちょっとショックだった。でも普通に暮らしてたら私たちって絶対に出会うことがなかったんだよね。だから私はこの世界でソフィーさんと出会えて仲良くなれたこと
とっても良かったと思ってるの。だから俺以外にもこの出会いの記念とか友情の印みたいな意味で、そのもうこれ以上言うの恥ずかしいから、友達なら何も聞かずに受け取って。ありがとうアレットちゃん、このアクセサリー大切にするね。うん、とっても珍しいものなんだからずっと大切にしててね。さてと、私はそろそろ商品を仕入れに行かなくっちゃ。え、でもこの前身の回りを整理するってほとんど売ったばかりじゃなかった？そうなんだけど、あの時の私ってすっごい気分高まっちゃってたみたいでさ、帰ったら高く売ろうと思ってたものをすっごい安く売っちゃってね。だからもうちょっとだけ売れるものを集めるまでは残ってるつもりだよ。そういうわけだからもうしばらくよろしくね。それじゃ。売った理由を考えるとちょっと締まらないな。でも嬉しい、私もまだまだアレットちゃんと一緒にいたいしね。思いついたかも、新しいレシピ作れるものが増えたみたい。新しい道具作れるようになりましたよ。